アドマイヤドンは日本の競争は引退後は日本と韓国で種母バとなった。地方、中央問わず、ダート路線では無類の強さを誇り、芝、ダートの G.I. 競争において地方と中央を合わせて通算7勝を挙げた。母ベガは大賀賞、優秀品馬を買った名品で、半兄に東京優秀を制したアドマイヤベガ、セントライト記念を買った。 アドマイヤボースが判定に東京新聞杯日着のキャプテンベガがいる。2001年2001年10月13日、京都競馬場の新馬戦でデビュー。安状は藤田真嗣。デビュー戦から3連勝で朝日杯フューチュリティステークスを勝ち、この年の JRA 賞最優秀2歳母場に選ばれる。2002年2002年、クラシック路線を歩み、サツキ賞。 東京優秀、菊花賞に出走するも、それぞれ7着、6着、4着と敗退する。その後、ダート路線に転向し、森岡で開催された統一 GI 競争、JBC クラシックに、菊花賞から、中一周で出走すると、いきなり2着のプリエミネンスに7場審査をつける、圧勝劇を見せる。その後、ジャパンカップダートにも出走し、ジャパンダートダービーと、 ダービーグランプリの覇者であるゴールドアリュールを抑えて一番人気に押されたが、結果はイーグルカフェの3着であった。2003年2003年はフェブラリーステークスから始動するが、スタートの出遅れと、道中二度に渡り束に接触されたこともあり、ゴールドアリュールの11着に敗れ、この後秋まで休養する。復帰戦から安藤勝美を安城に迎え、エルムステークスを G1 馬のイーグルカフェなどを相手に9馬審査の圧勝、続く不良馬場のマイルチャンピオンシップ南部杯を外目を走りながら4馬審査で勝利し、さらに JBC クラシックでは連覇を果たしてダート重賞3連勝を飾り、それまでのダート界最強であったゴールドアリュールが全名勝によりこの年の帝王賞を最後に引退したこともあり、ダートの鬼としてなおと驚かせた。 二年連続の出走となったジャパンカップダートは、TV 中継で実況をしていた、矢野義彦アナが、アドマイアドンがねじ伏せた。と五人実況してしまうほど惜しい内容で、アメリカのフリートストリートダンサーに花さの二着と、赤杯したが、この年の JRA 賞最優秀、ダートホースト、ナーグランプリ特別表彰馬に選ばれる。2004年2004年、休養明け初戦のフェブラリーステークスを、 圧倒的一番人気で勝ち、昨年惨敗した屈辱を晴らした。この時の単勝敗当は、フェブラリーステークス史上最低敗当である。これを踏み台に、ドバイワールドカップにも挑戦したが、発着に敗れる。しかし、国内では、無類の強さを誇り、休養を経てから、帝王賞を勝利する。休養明けのマイルチャンピオンシップ南部杯では、主戦の安藤勝美が、 企業停止中で、竹豊に乗り換わったが2着に敗れる。続く、JBC クラシックは、史上初となる3連覇で勝利する。ジャパンカップダートは、同級者のタイムパラドックスに敗れ2年連続の2着となった。その後、陣営のダート卒業宣言により、久々の芝のレースとなった、有馬記念へ出走し、7着に敗れたものの、 この年も JRA 賞最優秀ダートホースに選ばれた。2005年2005年はダートと芝のレースを併用していたが、制裁を書き5月の柏記念が最後のレースとなった。その後、休養中に爪の不安が出るなどしたため、同年11月16日に正式に引退が発表された。翌2006年1月16日にはノーザンホースパークで 同じく2005年で引退したアドマイヤグループアドマイヤマックスとの合同引退式が行われた。2006年、共用前に長年点による回復手術を受けたが、春より八代大スタリオンステーションで種ボバとなり80頭に種付けを行った。サンクは2009年にデビューし、6月21日に水沢競馬第5競争 JRA 認定フューチャーでサンデーゴールドが 中央、地方を通じての三区初勝利を挙げた。2011年からは韓国に輸出され、チェジュ島にある緑原牧場でつなぎをされることになった。グレード制重賞優勝場地方重賞優勝場。ありがとうございます。